どうもこんにちは、ギルテックスです。本日はね、中国で人気を誇る ATK68 シリーズのアーマーエディションというね、こちらのキーボードの方を紹介していきたいなと思います。コストパフォーマンスがいいとされているこちら ATK68 シリーズ、フォッチグリーンやセージグリーンのような色合いがね、落ち着いたミリタリー仕様のカラーになっております。かなり作り込まれている仕様で、こちらのデザイン、上の方を見てもらうと分かるんですけども、こちらね、武器の名前や、右端とかは軍用地図に使われているマークなどが散りばめられています。正規代理店のラビットでの販売価格は税込み2万2000円となっています。フレームはアルミニウムが使用されていて、かなり高級感があります。角が取れていて少し丸くなっている形状をしています。背面の材質はプラスチックになっていますが、中がしっかりと詰まっているため重量感もあり、かなり打鍵感が良くなるようにパッドが入っているような感じです。角度調整はついていないです。後ろの左側に USB Type-C を差し込む場所があります。アーマーエディションではケーブルもセージグリーンのケーブルとなっており、かなり統一感がありますね。 ATK68 は 65% キーボードで、かなりコンパクトに仕上げられているキーボードです。 G 版、L 版と2種類あるのですが、こちらのアーマーエディションは L 版でレイシャー V2 スイッチを使っています。こちらのスイッチの特徴はキーの揺れがかなり抑えられていて安定感がすごいです。レイシャー磁気スイッチの中ではかなり上位に揺れが抑えられているように感じます。打鍵音も少し高めの音で、タイピング音を楽しむ方はおすすめだと思います。それでは次は打鍵音を聞いてもらいましょう。どうぞ。こちらのキーボードはトリガーポイント、ラビットトリガーが搭載されています。ソフトで 0.1 から 4.0mm の完全カスタマイズ可能なトリガーポイントを設定することで、より細かく自分好みに設定することができます。それでは実際にそのソフトについて確認していきましょう。ソフトのダウンロード方法は正規代理店ラビットのこちらの商品ページの一番下にあるリンクから V-Hub をダウンロードしてください。セッティングが終わりましたら、早速設定を中の設定をしていきましょう。それではソフトの説明をしていきたいと思います。まずキーボードを接続してもらうと、このように ATK68L という風に表示が選択ができるようになりますので、その状態にしておいてください。まず日本語にするために、左上の3本線をクリックして設定言語のところを日本語に変えておいてください。現在すべての言語が日本語にはなっておらず、中国語になっている部分もありますので注意をしてください。それでは ATK68L を選択していきます。開くと、まず左上、イルミネーションのセッティングということで、いろんな、光り方のパターンをここで表示することができます。真ん中は明るさ、一番右が色合いですね。設定が終わった後、右上でセーブトゥーキーボードというボタンは必ず押してください。次ですね、設定をリマップっていうところなんですけども、こちらキーボードの、割り振りを変えることができます。一番上、インサートという部分がいらない場合、例えばですけども、通常のキーにいろんな、別のキーを割り振ることができたり、マクロを作成してこれを押すだけで何か動作が一つ終わるという流れも作ることができます。その他にも DKS ですね、ダイナミックキーストロークというんですけども、これはショートカットなどによく使うんですけども、一つのキーを押した時に最大4つまで設定をすることができます。これは長押しをしていたり、押している深さなどね、そういった部分で、入力の値を変えるということができます。他にも押している時間で入力内容を変えるモッドタップ MT ですね、一度押してしまうと連続で入力をし続けてしまうというトグルシフトなど、便利な機能がたくさん入っていますので、お好みのセッティングをしてみてください。次にまず左から3番目クイックスイッチの設定なんですけども、ここはまず左側ですね、バーを押してバーのこの値を変えれるんですけども、この値によってキーが降りていくストロークの反応速度を変えることができます。例えば E ボタンを押すんですけど、 E が 0.1 ミリ下がった時点で入力が入るという設定ですね。より競技シーンの高い、競技性の高いゲーム、 FPS のゲームなどにする際に、こちらのねストロークを短くして利用することが多いです。で次にグローバルラビットトリガーモード、こちらオンにしていただくと、クイックリセット感度、こちらの感度が、下がった後に戻る長さが 0.3 ミリ戻ると、リセットがかかるよと、入力が離れるよという形になります。なのでここ 0.1 の状態だと 0.1
以上長くしてしまうとおかしくなってしまいます。なのでここは 0.1 にしておきましょう。そしてクイックトリガー感度というんですけど、こちらは押した長さですね、1回離して押し直した時の反応の速度になります。なので例えばですけど、こちら 0.5 ミリの時に 0.2 ミリ離したら 0.3 ミリの状態になりますよね、キーボードが。その時点でリセット、入力が離れます。そしてこちら 0.2 ミリ、もう1回 0.2 ミリ、0.3 ミリから 0.2 ミリ下った時点で再入力が入るという設定になりますね。これを覚えておきましょう。本当にね、最大でしたい場合は 0.1 の設定にしておくといいです。最後にパフォーマンスセッティングなんですけど、入力遅延を抑えるモード、スマートスピード X というものがあるんですけど、これをオンにしておくと、入力のね遅延が、抑えられます。ですがこれを、オンにしてしまうと、こちらのね設定が 0.3 の状態になってしまいます。入力遅延を、抑えるために、ちょっと力を抑えさせてねという設定になります。最大のパフォーマンスを出したい場合はここをオフにして設定しておきましょう。その下は Windows のロックですね。間違えて Windows キーを押してしまって誤入力を防ぐためのロック機能になってます。正直なところ、スマートスピード X だけオンにするかしないかの判断をする程度でいいと思います。あとは全てオフでいいのかなと思いますので、ぜひこれを真似してみてください。その他設定ですが、プレビューの外観などそういったものを変える程度のものなので、あまり、触ることはないと思いますが、今回は、この一番下のねタイプになっていますので、ブラックとかにする ATK のね68のブラックバージョンとか、こういう風に変えることができますが、まあこれがね今回購入した製品になりますので、外観を設定してみてくださいと。そういったものが全部終わったらセーブトゥーキーボードというのは絶対押しておくようにしてください。実際に使用してみた感想ですが、キーの揺れがかなり抑えられていて、個人的に好きなタイプの打鍵感、キーのタイピング感が楽しめるキーボードだと思いました。もちろんのこと、ラピッドトリガーが搭載されているこのキーボード、機能面も問題なく、高性能キーボードを使ってみたい方のお試し版という立ち位置がベストなのかなと感じます。なんといってもこのデザインはかなりおすすめですね。僕はお気に入りキーボードの一つになりました。ぜひ皆さんもね、試してみてはいかがでしょうか。以上、ギルテックスでした。バイバイ。